リランカ人のAさんは母国で迫害の恐れがあることを理由に日本へと逃れてきました。しかし在留資格のないAさんは入管の施設へと収容されてしまいます。その後退去強制令書が出されましたが、仮放免が認められ施設の外へと出てきました。けれども難民申請は不認定となったため異議を申し立てていましたが、難民認定の棄却を告げられた翌日に強制送還されてしまいました。不認定の取り消しを求めるAさんの裁判を受ける権利はないがしろにされてしまったのです。Aさんはその後、同様の立場のスリランカ人男性とともに国を提訴。2021年9月22日、裁判を受ける権利を踏みにじった入管の行為は違憲であるという判決が出されました。しかしAさんは、いまだ迫害を恐れながら祖国で暮らしています。入管の構造のいびつさ、裁判を受ける権利の侵害などについて、スリランカにてAさんのお話を伺いました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。